ありがとうございます、アサキくん。私とコロンちゃんは二人で一緒に帰ります。そうだね、シエルちゃん一人にするのは心配だし。それじゃあリラちゃんは私と一緒に帰りましょうか。はい、お願いします。あの店長さん、リセちゃんをお願いしますね。リラちゃん、気をつけて帰ってね。うん、それじゃあリセちゃん、また明日ね。うん、また明日。リセちゃんとアサキはとっても仲良しだったのね。はい、アサキくんにはとってもよくしてもらっています。仲がいいのはとてもいいことよ。リシエちゃん、これからもアサキをよろしくね。はい、かよこさんもこれからもよろしくお願いします。今日カルメラで過ごして、お客様の笑顔を見て、アサキの頑張りを見て、これならできる、安心して任せられるって私は思ったのよ。アサキくん、どうかしたんですか？なんだか少し不安そうに見えたんです。私の気のせいだったらごめんなさい。私がすごいってどうしてです？そうだったんですね。でも私、さっきのアサキくんはかっこいいって思いました。でもかよこさんの思いに応えようとして、その場でしっかり答えを出せるのってやっぱりかっこいいと思うんです。私はそんなアサキくんとこれからも一緒にカルメラを盛り上げていきたいと思いました。そんな、私自分に何ができるかはまだわからないですから。よかった、アサキくんの力になれるなら私も一緒に頑張ります。一緒にたくさんのことを乗り越えましょう。はい、もちろんです。アサキくん、今日も送ってくれてありがとうございます。これからたくさん悩んだり考えたりすることが出てくると思います。でもその時はいつでも私に話してくださいね。一人で解決できないことも一緒に悩んで考えることで解決できるかもしれませんから。それとできれば一番に相談してほしいです。少し頼りないかもしれないけど、私はアサキくんの恋人だから、何かあった時は力になりたいです。
あれが白鳥座。一番輝いてるのはデネブ。夏の大三角の一つです。琴座のベガと、ワシ座のアルタイル。あれを三つつなげたら、三角形になるのわかりますか？小さい頃、図鑑で見たのをずっと覚えているんです。天秤座は星が暗くて見えにくいんです。でも、あっちにあるのがサソリ座のアンタレスで、その反対側が乙女座のスピカで、その間の少しサソリ座寄りに天秤座はあるんですよ。見つけ方にもコツがあるんです。アンタレスはサソリ座の一番大きな恒星なんですよ。前提に21ある一等星の一つなんです。はい、最近あまり空を見上げてなかったんですけど、今日はとてもよく見えますね。一つ一つの星に名前があって、意味があって、それが形になっているの、ロマンチックですよね。はい、私もです。一緒に寄り道してくれて、ありがとうございます。そうですね。それに明日は久しぶりの学園ですし。じゃあ朝はカルメラまで行きますね。学園までの通り道ですから。おはよう、大木沢くん。なんか超久しぶりな感じだよね。大木沢くん、夏休みはどうしてたの？私たちは3人で海とかプールに行ったりしたの。うん、一応日焼け止め塗ったりとかはしたんだけど、やっぱり焼けちゃうね。大木沢くんはあんまり変わらないみたい。それで日焼けとかしてないんだ。本当は私たちも夏休み中にカルメラに行きたかったんだけど、タイミングが合わなかったんだよね。前は通りかかったけど、並んでたり混雑したりが多かったの。夏休み中大人気じゃなかった？うん、そうさせてもらう。
夏のメニューは味わえなかったけど、新メニューとか楽しみにしてるから。サイフォンコーヒーとほうじ茶です。ありがとう、コロンちゃん。今日はコロンちゃんだけなの？いいえ、塩宮先輩もいますよ。今キッチンのことも勉強したいそうで、千里さんにいろいろ教えてもらってるそうなんです。まあそうなの。そうね、今ならのんびりした時間だし、教えてもらうにはちょうどいいのかも。それじゃあいつかリシェちゃんのお料理も食べられるのかしら。かもしれないですね。それにしても夏は賑やかだったけど、最近は落ち着いたわね。そうね、賑やかなのも良かったけど、ゆっくり過ごせる時もたまにはないとね。はい、お客様が多いと私たちもちょっとバタバタしちゃいますし。店長さん、掃除と片付けは終わりました。はい、やることは前から決まっていますし、一人でも問題なさそうです。そんな、塩宮先輩と庭坂先輩が作業をやりやすいようにしてくれていたおかげなので。大丈夫です、何かあったらすぐに呼びますね。お疲れ様。リシェちゃん飲み込みが早いわ。片付けなんかもうほとんど一人でやってもらっちゃった。そんな、まだまだ教えてもらいながらですから。キッチンのことも学びたいって言われた時は驚いたけど、意欲的だし覚えもいいし、そのうち全部お任せできる日が来ちゃいそう。そうね、それも悪くないわね。簡単なことならもうリシェちゃんにもお任せできるし。これからもっともっと頑張りますね。今日は千里さんに美味しいお茶の入れ方を教えてもらったんです。少しの工夫で味が変わるんですね。はい、お客様にお出しする前に朝木くんに飲んでもらいたいです。フロアの方に出られないのは心苦しくて。ありがとうございます、あさきくん。これからフロアだけじゃなくてキッチンも頑張りたいです。
これで各競技の選手が決まりましたが、何か意見がある人はいますか？私はクラスメイトの推薦があって選抜リレーの選手になりました。リセちゃんは運動が得意なので満場一致でした。私は借り物競走だけど、あんまり走りたくないけど、これなら。大丈夫だよ、リラちゃん。借り物競走なら走るのはちょっとだけだから。でもいろいろ借りないといけないし、それも不安で。カルメラのお客様、それならいけるかも。あさきくん、それナイスアイデアです。お店のリラちゃんは笑顔が可愛い看板娘ですから。それに困ったことがあったら私が力になるから、本当にどうしたらいいかわからないときは私のところに来るんだよ。二人ともありがとう。頑張れそうな気がしてきた。でも私も最近は運動っぽいことしていなかったので、選抜リレーに選ばれたのは少し不安で。はい、クラスの期待に応えたいし、トレーニングしようかなってちょっと考えてます。うん、それで怪我しちゃったら心配になるから。二人ともありがとう。無理はしないから平気だよ。でもできる範囲で頑張ってみるね。はい、ありがとうございます。出た短距離走の後は選抜リレーまで出番はありませんから。照れちゃいますね。でもありがとうございます。あさきくんの応援の声ちゃんと届いてました。そのおかげで早く走れた気がします。応援してもらえたことのお礼を言いに来たんじゃなくて、今日はお弁当を作ってきたんです。後で一緒に食べませんか？はい、あさきくんと一緒に食べたくて用意してきたんです。よかった。それじゃあお昼休憩の時に呼びに来ますね。私も楽しみです。それじゃあまた後で。
屋上誰もいませんね。はい、それじゃあお弁当食べましょう。入れる前にあげた方が美味しいと思ったので、他のもどんどん食べてくださいね。はい、あーん。焦らなくてもゆっくり食べてくださいね。あさきくんと食べるために多めに作ってきたので。そう言ってもらえて嬉しいです。また作れたらいいな。あさきくん、今度はこっちも。はい、あーん。喜んでもらえたなら嬉しいです。また作ってきてもいいですか。毎日だと大変ですけど、時々なら全然平気です。はい、その時はまた一緒に食べましょう。何か食べたいおかずがあったら言ってくれていいですよ。はい、あさきくんが嫌じゃなければ、手とかもつなぎたいです。
位置について、よーい。リシェちゃん、はい、はい、あとは任せてください。次、お願いします。了解、すぐに追い抜くから。もうちょっとだったのにな。ありがとうございます。本当はバトンタッチの前に追い抜きたかったんですけど、ちょっと距離が足りなかったです。アサキくんにそう言ってもらえると照れちゃいますね。でもアサキくんもかっこよかったですよ。ほらこれ見てください。綱引きの最中写真を撮っておいたんです。力いっぱい綱を引く姿がかっこよくて。頑張ってる顔ですよ。とってもかっこいいです。はい、写真大事にしますね。体操着でしたらいつでも来ますから、写真を撮りたくなったら言ってくださいね。